くまたんの、まあ、本音や思いっていうのをくまたんの口から聞きたい。桜丘高校っていう高校なんですけど、そこでは教育アドバイザーみたいな。Enjoy. 学びをエンタメに。Enjoy. どうも、パサルブの先生です。さあ、今回はですね、人生の奇跡対話ということで、メンバーのくまたんを深掘りしたいと思います。このパサラボのメンバーのくまたん、なんで深掘りするかにたくさん理由はあるんですけれども、一人にですね、実はこのパサラボリニューアルする上で、大学を卒業した後もパサラボに残りたいと、まあ、言ったら本当にリスクを取って残ってくれたメンバーなんですね。で、その具体的な話に関しては、人生の奇跡のこの動画で話してました。で、その上でやっぱり皆さんから、まあ、くまたんの、まあ、本音や思いっていうのをくまたんの口から聞きたい、こういう声が多かったので、今回はですね、正直くまたんの人生の全てを深掘ろうかなと思ってます。もちろん彼は東大に行ってね、落ちたっていう、その受験っていうところの成功失敗、それもそうだし、じゃあなんでパサラボに関わったのか、そしてパサラボに関わる上で今後どういう夢を持ってるのか、そういったことをですね、深掘った上で皆さんにとって何か役に立つものっていうのを持って書いてほしいなと思います。ということで、早速紹介したいと思います。パサラボのくまたんです。はい、よろしくお願いします。これまず一つ言いたいのが、昨日の動画で共通テスト受けますって言ったけど、はい、そうですね、これ受けてくれるんですか？はい、もう受けますよ。いや、ほんと心強いですね。頑張ります。今までのパスラボだったらこんななかった、僕が受けとけばよかったんですけど、やっぱリニューアルをしてくまたん受けてくれる、うん、まあ、その中で、じゃあ今日ちょっと聞きたいのは、はい、そもそもパスラボに入るまでの経緯、大学受験の時にね、それこそ2浪目を打った時に出会ったんですけども、うん、うん、そこまでの話をまず聞きたいの、はい、そして、まあ、単純になんでパスラボに残ろうかなと思ったのか、うんうんうん、まあ、それは今パスラボでやってるね、仕事の話もあると思うし、うん、あとは今後の未来の話、うん、まず視聴者へのメッセージも語ってほしいなと思います。はい、わかりました。はい、ということで、じゃあまずもうざっと話しやすいところからでいいんですけど、はい、パスラボに入るまでのことをちょっと教えてもらってます。はい、僕の、まあ、皆さんが知ってる情報って言ったら、まあ、東大文一を目指して、まあ、2年間浪人して、うん、まあ、最後1点で落ちちゃったみたいなのが、ね、まあ、皆さん知ってる情報かなと思うので、まあ、詳しくちょっと今回、まあ、高校入った時ぐらいから話していければなと思うんですけど、はい、高校受験めちゃくちゃ成功しました。僕自身茨城県出身で、はいはい、まあ、その茨城県でも、まあ、1番2番を争うぐらいの高校、水戸第一っていうところに合格したんです。すごい、結構高校名もね、もう言っちゃうタイプですけど、はい、もう何でもオープンしちゃいます。リニューアルしたのでね。はい、まあ、大体偏差値70オーバーぐらいなんですよ、その高校が。なので全国でも有名な高校に中学校の時めちゃくちゃ勉強して入れたと。もう内申点も、まあ、ほぼオール5みたいな。すごいな、ど真面目生徒。内申点も取れるし普通の成績もいいし、はい、そうです。でも、そうですね、それで入ったら、まあ、やっぱり周りから水戸一高入ったのみたいな、すごいねってめちゃめちゃ言われるわけですよ、周りの大人から。そしたらやっぱもう鼻も伸びて天狗、もうピノキオみたいになっちゃってるわけですよね。はいはいはい。そしたらもう僕としてはやっぱりそういう高校に入ったから、めちゃめちゃ俺勉強できるんじゃないかって錯覚したんですよ、高校入った途端。まあ中学校の時にもう勉強したのもう忘れてしまって、まあやっぱり自分もう天才だと、こんな高校に入れるなんて、まあちょっと勉強すればできるんだと思って、もう高校1年生高校2年生あたりは、まあ部活動に勤しんでたみたいな。高校3年生になると、まあいよいよ大学受験のムードになってくる。はいはい、はい。まあやっぱり進学校ってこともあって、まあ高校卒業してすぐ働く人はまあいなかったので、みんな大学受験する、まあみんな大学受験するなら俺も大学受験しようかなってことで、まあ志望校決めなきゃいけないですよね。はい、高3の時、高3の時に決めると。周り友達聞いたら、あ、みんな東大行くんかみたいな、東大志望にしたよみたいな、東大の文一行くわみたいな、リーチ行くわみたいな話だったんで、みんな行くなら東大にしようかなみたいな。実際の成績でいくと、まあ大体1学年350人ぐらいで、はいはい、大体半分より下。え、そうなの？はい、半分より下をずっと。あの天狗になってたら、あれ気づいたら、気づいたら半分よりした。でもやったらできるからがもうずっと継続して、もう高校3年生の時もみんなはもう真剣に、まあ、休み時間とかやっぱ勉強し始めますよね、夏以降になったら。でも僕はいや別にいいんじゃないみたいな、まあ、スマホでパズドラやったりとか、まあ、ゲーム三昧みたいな。でもちょっとやればできるからみたいな、やっぱ舐めてたんですよね。そうか、その変な成功体験がね。はい、中学校で、まあ、高校受験での、まあ、成功体験によってやっぱ天狗の状態で自然と落ちますよね、東大に関しては。大体40点差ぐらいで結構ガッツリ落ちたね。はい、実際現役の時受けたのは東大の文一を受けたんですよ。まあ、というのもセンター勉強したかったらやっぱできないですよ、普通に考えて。やっぱセンターって東大志望なら9割取れるよみたいな雰囲気ありますけど、やっぱ勉強しなかったらできなくて、分散のちょっと足切りに引っかかりそうだなみたいな。文一出すかみたいな、逃げの文一、逃げの文一で、さらに浪人はやっぱしたくないよなってことで、なんとなく早稲田の文学部出すんですよね。文学興味あるか分からんけど、まあ早稲田なら受かるだろうっていう、やっぱその天狗状態だったので、出したらあやなく両方散った。東大に
に関しては40点差ぐらいで落ちた。まあ、そうなったらもう自然と浪人するしかないので、まあ、親にも、まあ、じゃあちょっと浪人するわ、みたいな。軽いノリで、で、周りも結構浪人する子が多かったんで、まあ、同じくみんなと同じ予備校に通うっていうのが一浪目ですね。その予備校に通うっていうところまでセットで結構流されてきたっていう。もう流された人生ですね。で、一浪目になったら、やっぱ高校時代よりもめちゃくちゃ楽しくなるんですよ、浪人時代って。そうなんよ。はい。浪人時代って、まあ、辛いイメージあると思うんですけど、うんうん、勉強さえすればいいんですよ。はぁ高校時代って、例えば行事があったりとか、人付き合いとかあるじゃないですか。でも、浪人になったら仲いい友達で勉強してればいいっていう。職業勉強家みたいな。職業勉強家。で、予備校から言われたことをやれば成績上がるんだろうと僕は思ってたんで、うん、もう予備校に言われた通り勉強、授業の予習して、復習して、テスト受けて、まあ、それの繰り返しでずっとやってた。模試を受けてみたら、現役時代でも模試でも D 判定とか E 判定だったんですよ。それもちろん勉強してなかったの、現役の時は。うんうんうん、でも一浪になったら、夏とかだったら C 判定、B 判定とか見えるようになって、東大文一いけんじゃない？そこでも調子乗ってるわけですよ。またちょっとっまた調子乗ってるんですよ。言われた通りやったら伸びた。3ヶ月、4ヶ月ぐらい真剣にやったら、そのぐらいまで行った。あと残り8月以降の期間あればもう確実じゃん、うん、そういう気持ちで勉強してて、まあ夏超えたらやっぱ受験生も本気になってくる、現役生も本気になってくる。確かに時期で、まあ周りがピリついてる中、まあ俺模試でも成績良かったしみたいな。休み時間とかも結構予備校の勉強を夏まではしてたんですけど、授業の準備とかしてたんですけど余裕だしみたいな感じで、それもサボるようになって、はあ、友達と例えば空き教室で喋ってたりとか。うわー嫌なそれの人生。それめちゃめちゃ楽しいんですよ。だからどんどんそっちになっていくと。ちょっと余裕が見えたらもうそっちに流されちゃう。そう、流されちゃって、ふと気づいたら現役生もやっぱ秋以降どんどん伸びていくじゃないですか。それにだんだん抜かされていくって。まあセンター当日になったら、結局蓋開けてみたら、東大受験生9割って言われますけど、センターでも8割とか、そのぐらいしか取れなくて、やばって焦って、じゃあちょっとマーチ受けとくかみたいな。はそのまた焦って、じゃあちょっと抑えで明治受けとくかみたいな。で、あとはまあ現役の時も受けた早稲田受けて、じゃあ早稲田文学部落ちたから、じゃあ違う学部で法学部受けよう。東大文一に関しては、やっぱりこう現役時代から周りに僕言ってたんですよ。東大の文一は俺受けるから、うん、言ってたおかげで、やっぱ僕もプライドがすっごい高かったので、文一ってまあ東大の文系の中で一番高いじゃないですか、うん、当時特に高かった、ね、そうですよね。だから文一から下げたらなんか自分なんか妥協したみたいに思われるんじゃないか、プライドから許さなくて文3とか文2とかに下げずにもうそのまま突っ込んだみたいな。だからセンターの成績も思ったより良くなくてそのまま突っ込んで、どうだった？結果としては文一は8点差で現役受験、8点はまあ惜しいっちゃ惜しいけど8点差で落ちて、早稲田の法学部もまあ補欠、補欠で不合格で、明治は受かったんですよ。悩みますよね。で、その時に周りの友達の中、まあ一緒によく勉強してた友達が東大文三受かったんですよ。おー、文三は、はい、文三に受かって悔しいなと。いや、あいつ東大行ったんだから、いや俺がマーチ行ったらみたいな。もう正直東大しか見えてなかった。いためちゃめちゃ痛い受験生マジでやった皆さん真似しない方がいいです。めちゃめちゃ痛い受験生で、いやあいつ東大行ったなら俺がマーチって恥ずかしいじゃんっていう、はいはいはい、東大しか大学じゃないと思ってたんです。なんか心の中に若手 TV がおるみたいなになってるのか。本当そうです。もう一浪すれば受かるだろうと思ったんです。まあ明治受かったけれども辞めて、親にまあ土下座して、まあ二浪目させてくれと、もう受かるからっていう話をして、まあ二浪目に突入するんですけど、その時に、はい、まあある一言親から言われたんですよ。え、何が何が変わりそうな感じですけど、はい、それがなんで東大行きたいのって言われたんです。シンプルなんで大学受験してんのって、そこまでして大学受験する意味あるのって言われて、僕は答えられなかったんですよ。東大目指した理由って、現役の時は周りに流されて、うん、で一浪目はプライドのせいで東大文一のまま、大学自身を見てなかったというか、将来を見てなかったんですよね。周りがみんな行くからっていうのが基準で、そうなんですよ。でその時に親に言われた一言で考え始めた、ようやくそこで考え始めた。え、これさ、逆に一浪でもし東大受かってたらワンチャランポランな、いやもうチャランポランなんですよ。東大入って終わりの、うん、しか天狗になってな、はい、もう俺東大生だからみたいなっていう多分人生だったと思うんですけど、うん、まあある意味そこで落ちて考え直すとか自分と向き合う時間ができて、うん、運よくこう友達と話す会というか中学校の友達と話す機会があって、そこで言われた一言でハッて気づかされたのがあって、うん、その中学校の友達は結構家が大家族で、うん、兄弟のために、まあ下の兄弟のために高校卒業したらすぐ働かなきゃいけない、でそういう家庭の子で、なんか話をまあどう働いてみてみたいな話をして、高卒で働いて公務員で働いてたんですけど、おいおいおい、結構公務員すごいんですけど、どう働いてみて慣れたみたいな話してたら、大学行っとけばよかった、高卒で1年目で働いて、まあ2年目とかに経ってもう大学卒が入ってたらやっぱ給料もそっちの方が上だし、舐められるしみたいな、まあ大学行きたかったなみたいな、勉強したかったなみたいなこと言われて、自分の置かれた環境ってめちゃくちゃ恵まれてるんだなってことに気づかされて、あとは他にも友達いたのは、高校時代の友達なんですけどいたのは、親の介
介護のためにまずは、浪人自分はしなきゃいけない、でも予備校には通えず親の介護をしながら勉強していくみたいな、だから何年かかけて大学行くみたいな、そういう子もいて、俺2年間勉強現役一浪目してチャランポランすぎるな、親の収入とか見てみると全然予備校を通わせる収入はなくて、普通予備校って1年間100万円ぐらいかかるって言われてるんですけど、収入的に結構難しくて、でも僕に大学行ってほしいと、やっぱ両親は高卒で苦労したから行ってほしいっていう思いがあって、無理やりでもってことで借金したりとか浪人するために、であとはパートを3つとか掛け持ちしながら無理やり予備校行かせてたってことを知って、そこで知ったんや、知ってめちゃめちゃ恵まれてるなと思って僕はまあ教育というか大学受験って当たり前だろうと思ってたんですよね、はいはい、受けられる感もうどこにいたって大学受験は誰でもできるしみたいな、教育受けるのが当たり前って思ってたんですけど、そんなことないぞと、教育って当たり前に誰もが受けられるようじゃないといけないよなって僕はそこで思って、なんでそうなっちゃうんだろうって思ったら、もちろん生まれた環境ってのもあると思うんですけど、まあ、例えば国の制度であったりとかそういったサポートが教育において必要なんじゃないかなって思って、文科省の官僚になるか政治家になれば変えられるんじゃないかと、国の教育を、国っていうところに注目して、それは学校の先生だと僕はその時は難しいなと思ったんです、現場だとね、そうですね、やっぱ仕組みから変えていかないと変わらないんじゃないかって思って、じゃあ国に行こう、国って言ったらもう政治家が官僚しかないなと僕の中では思って、政治家は、まあ僕政治家の子供でもないんで、はいはい、ちょっとまあ難しいだろうと、知り合いもあんまりいないので政治家、ね、じゃあもう官僚になって、まあ、その先政治家かなみたいな、おー、なるほど、だからまず文科省に入ろうみたいな思った、じゃあ文科省に入るために、じゃあ官僚になるためにどうしたらいいんだろうと思ったら、やっぱ大学には行かなくちゃいけなくて、じゃあ大学って言ったらどこの大学が行きやすいのかなって言ったら、そこで東大と法学部っていうのが出てきた、だから受験校をそこでようやく東大の分一で、あとは早稲田の法学部と中央の法学部って、まあこの3つに絞ったっていう、ちゃんとそこはもう理由付きで、そうですね、まあ、将来を考えてやりたいことがあるから、それを達成するために大学受験しようっていう風にそこでようやくスイッチが入ったというか、なんとなくそれが政治家とか、なんとなく官僚でもなく、やっぱり教育っていうのが原点にあった上で、うん、そこから逆算して、正直俺と久保田が出会ったのは久保田が2浪目の時だから、そうですね、はい、そこはもうそういう背景があった上で出会ったはい、そうです、それで出会ってます、で、まあ2浪目始まって、やっぱり、まあ、大学ちゃんと目指そうというか、まあ、東大文一っていうことを目指そうってなったので、まあ、隙間時間とかもう1浪目はもうチャランポランなことやってましたけど、2浪目はもうできる限りもう勉強に捧げてやってたみたいな、ちょうど多分スバルさんと出会ったのが、冬ぐらいだと思うんですよね、うんうん、冬ぐらいに出会って、まあ、なんで冬ぐらいに出会ったかというか、スバルさんを知ったかっていうと、うん、まあ、1浪目の時の失敗として、さっき言ったと思うんですけど、予備校から言われた通りの勉強をしてた、で予備校の授業の予習やって、授業を受けて復習をやってのサイクルを回して、まあ、途中で模試があるみたいなのがまあ予備校生活だったんですけど、11月か12月に予備校の授業終わるんですよね。その後何やっていいか分からなくて、それで迷って、じゃあ適当に過去問やっとくかみたいな感じで失敗したなって反省点があったので、一浪の時、はい、だから例えば勉強計画であったり、そういったところを第三者的にちょっとサポートしてほしいなと思って、まあ、スバルさんも調べたら出てきた、それでスバルさんの前企画してるものに参加したみたいで、そこで出会ったっていうのが2浪目の冬ぐらいですね。当時熊田も焦りに焦ってた感じ、うん、だって、うん、いろいろね電話とかで相談してたけど、うん、あ、そういえば背景があるんだ、うん、そうですね、まあ、それで出会って、その時に多分教育への思いっていうのも話してて、諏訪さんにも、まあ、大学、まあ、東大文一受かったら一緒に教育やろうみたいな、ね、そうことを誘われてたんですよね。実は当時パサラボの YouTube 始めてなかった時期で、うんうん、なのにそこで言ってくれて、俺も一番印象に残ってる、ぜひやりましょうってことで、まあ、ある意味そこで、まあ、スイッチも改めて入ってる、大学今年受からなきゃいけないみたいな、東大に受かんなきゃいけないと思って、まあ、改めて冬からスイッチ入ってやってた、うん、結果としては、まあ、センターはまあまあので、うん、私立とかも、まあ、早稲田の法学部は、まあ、補欠で、中央の法学部は、まあ、受かった、最後東大の文一に関しては1点で落ちる、本当にね、あの時の1点足りなかったですっていうラインは今で覚えてるけどそうですね、うん、1点の失敗っていうのはやっぱ僕ってこう今までの経験上目の前にとらわれるっていうことがあるんですよね。センター終わって次次第だみたいなってなったら早稲田、まあ、中央の勉強しなきゃみたいな、で東大の勉強おざなりみたいな、で一番行きたいところを東大の文一なのにそっちの対策できずみたいな、目の前の確かに当たり前のことだけはちょっとそうめちゃめちゃやるみたいな、最終的にやっぱり足りなくて落ちる。2浪目は基本も全部やりきったなって思ったんですよ、ね、うんまあ模試でも正直全部 A 判定、京大模試とか受けて1位だし、ね、はい、そうですね、京大模試で全国1位とか取ったりとかもうこれなら受かんなかったらもうダメだろうって思うぐらいもう全力を尽くした、やりきったなと、ある意味1点で落ちたならここじゃないところが、まあ、僕の活躍場所だよって神様が言ったのかなと思って、まあ、中央大学の法学部に、まあ、進学する、まあ、3月に上京した時に諏訪さんに改めて直接会って話して、じゃあ一緒に教育やっていきましょうみたいな話を3月下旬ぐらいですか、あれは、うん、パスラボのパの字もないし僕も大学入学する
前にもう参加してたっていう、ね、大学の同級生よりも先に俺に会ってそうですね。で、カライとかアイラも同時に行ってて、まあパスラボに加入するというのがストーリーです、はい、ここまででもね、すごい今相当濃密なストーリーだったと思うけど、はい、まあ、けどやっぱ二浪してよかったなっていう正直思うんですか。それはこれは僕は二浪してよかったなと思ってます。やっぱりこうさっきも出ましたけど、やっぱ現役一浪で、あ、僕自身が受かっちゃったらチャランポランな人生だったなと思って、まあ二浪目で親がまあある意味苦労して浪人させてくれたっていうのがあって、僕も人生を見つめ直す機会があったのでよかったなと思ってます。二浪目の時から言うたら自分で多分決めるっていうところを多分だんだんやってきた時に、パスラボに関わるのも正直自分で決めたわけじゃないですか。そっからさ、まあ今3年経って大学卒業した後もパスラボ残りますって言ってくれたわけで、相当なリスクなわけ。そのなんか、じゃあパスラボ入ってから、まあ今どういうことやってるのもぜひ伝えていただきたいんですけど、その今の思いというか、そこちょっと話してもらいたいなと思うんですよ。なるほど。まあその思いに関してなんですけど、まずまあパスラボでまあ何をやってるかっていうところから、なんで残ったのかっていう話した方がいいかなと思うんですけれども、まあパスラボ、まあ、YouTube がまあ一番のメイン事業なわけじゃないですか。メインで YouTube をやってると、まあ、最初パスラボを、まあ、令和元年に5月1日から始めて1年目とかもう YouTube しかやってなかったじゃないですか、まあ、皆さんのおかげでどん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 広まっていって、いろんな人と関わるようになって、まあ、今僕がメインでやってるのがこう学校事業というか、こう学校に実際に行って、まあ、菅谷さんもやってますけど授業をやったりとか、あるいはまあ大分の学校にはなるんですけど、こう新しい学校の中にコースを作ったりとか、で広島の学校に関しては広島の桜ヶ丘高校っていう高校なんですけど、そこでは教育アドバイザーみたいな感じでこう学校改革みたいなことをお手伝いさせてもらってて、こうパスラボっていうところ、まあ、YouTube しかやってなかったところからどん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 こう人の輪が広まっていって、今パスラボを始めた当初このパンダをかぶったんですけど、その時は正直、まあ、官僚になろうかなと思ってたんですよ。ね、文科省の官僚になろうかなと思って顔出ししたくないからこれをかぶってた。そうね、ですよ、そこはリスクリスクはここでリスクヘッジをしてたと。でもこう人と関わる中でやっぱ YouTube ってやっぱ発信力もあって、どん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 人の輪が広がっていって、もしかしたら教育業界で面白いことできるんじゃないかって思い始めた。まあ就活も実は一瞬してたんですけど、ね、いやもう去年だからそう本当に組織崩壊間際だったよね。はい、まあ、去年就活、まあ、3年生の代だったのでしてたんですけど、まあもちろん文科省の官僚の人に話を聞いたりとか、まあ民間企業も教育は僕は絞ってたので、教育業界いろんな会社インターンとかも行きましたし、まあ OB 訪問とかいろんなことをやって、まあ、やっぱりこういろんな人に話を聞くと、まあ、教育業界って、まあ、年功序列っていうのもかなり強い。まあ教育っていう、まあこういう分野なので時間もかかるってことで、まあすぐには変えられないよっていうことが言われたんですよね。40代でもまだ若いみたいな。まあそうですね。なのでそれじゃ僕は遅いなと思う。やっぱ教育を変えるならここも5年10年で変えないと日本の教育はまあやばいんじゃないかと、今後先が思いやられると僕は思ったので、民間の力で変えるしかない。でそんな時にいろんな人と関わりがまあ持っててるパスラボでどんどん発信していって変えたいなと思って、じゃあもうパスラボで残ろうと。ここでいろんなこと、学校さんにも関わってるので学校で関わってることを発信していって、で僕一人、じゃあまあ僕が例えば学校の先生になったとして、そしたら関わる人数って正直限界あるじゃないですか。そうね、生徒だったら30人とか、うん、多くても例えば授業を何個守ってたら10個ぐらい、例えば10個ぐらい持ってたら300人出会う、1年間で300人の生徒と出会う、で300人の人生を変えられるって素晴らしいことだと思うんですけど、僕はもともと国の教育を変えたい、日本全国をより、まあ日本の教育をより良くしていきたいと思いがあったので、もっと規模を大きくやりたいってなったら直接じゃ無理だなと思ったんですよ。関わる限界も正直感じていて、なのでこういう YouTube での発信とかをどんどんやっていければと思ってパスラボに残りました。そういう決断をしました。大学ではゼミ長とかも、ね、そうですね、みんなほとんどが公務員試験とか受けてる中で、はい、それだけパスラボ残るといろんな、もちろんねパスラボのメリットもあればデメリットもあるけど、俺はやっぱトマトンすごいなと思ったのが、信念が僕と同じぐらいか、僕でもすごいなって思う分があって、特にそれがやっぱ教育、僕はその国を変えたいまでは思ってなかったんですけど、彼は国を変えたいところが、でそこから官僚であったけれども、実際いろんな経験をしていく中で自分でやっぱり、いや官僚ではなくて今ここだと、で学校の先生お互いになってますけれども、先生って立場だけじゃなくて、その教育アドバイザー広島の桜ヶ丘高校、そうですね、ってところで関わってる、僕も実際直接行かせていただいたりはするんですけど、はい、彼はもう週毎週行ってますまあ週3ぐらいで広島にいます。そうなんです、だからお好み焼きで最近食べてジャケジャケとかね言ってますけど、はい、まあそんな熊田の姿を僕は知ってるけど皆さんは意外と知らなかった、うん、多分今後じゃあこっから 1,2 年、まあ、もっと言うと5年10年で、熊
タンとしてっていうのはもしかしたらパンダを脱いで、そうですね、自分の本名として顔も出してやっていくって覚悟はやっぱある。そうですね、学校って言ったら信用っていうのがあると思うんですよ、うん、まあ、パンダをかぶってじゃできないところも正直出てくるとは思うので、もう脱ぐことはもう覚悟してパスラボに入ってますから、もういずれ脱ぎたいなとは思ってます。けどクマタンとしてはこうやって日本史とかね、そうですね、教える、はい、本名としては学校を改革する、はい、学校現場に行った時は本名でやりたいなとは思ってます。Enjoy。 こっから、まあ、たくさん経験する中で、うん、一つ学校改革の上で目標じゃないですけど、うんうん、なんかありますか、熊本。僕が理想とする教育というか、こういう風になっていったらいいなっていうのがあって、うん、まあ、生徒一人一人が、まあ、自分のやりたいことを見つけて、それをきちんと置かれた環境によらず選択ができて、それが達成できるような、まあ、世の中教育がいいな。プラスで人間を育てるっていうのは、まあ、教育だと思うので、やっぱり愛される人間、まあ、人になってほしいなっていう思いは持ってます。愛情、うん、そうですね、愛情を、まあ、たくさん受けて育ってほしいなっていうのが正直あって、でもなんでそう思ったかっていうきっかけがあって、はいはいはい、愛情をたくさん受けてほしいっていろいろ言われると思っていて、うんうんうん、でも僕はこう学校に関わるまではある意味実感できなかったっていうのがあって、愛されるってなんだろうっていう哲学みたいな愛されるってなんだろうと思って、まあ僕は当たり前のように親2人いて祖父母もいて、うん、それが当たり前の環境で僕一人っ子だったので、ある意味愛情は多分たくさん受けてきたんですよね。でもこう学校現場関わってると、家庭内で愛情をうまく受けられてなかったりとか、中学校でいじめられてたりとか、まあ、先生からないがしろにある意味されてたりとか、そういった生徒さんとたくさん見たというか結構いるんですよね。やっぱり学校っていう場所は、まあ、愛情を注ぐ場所かなって僕は思っていて、それができてない現状が僕は見て取れるというか、学校関わってる人々ある意味ほとんどの人疲れてるなと思って、現場見たらよくわかる現場見たらよくわかると思うんですけど、やっぱ疲れていて、それは何かっていうと、まあ一つ目は先生、まあ、やっぱ先生って言ったら、まあ、授業っていうイメージがあると思うんですけど、授業以外にもこう生徒指導であったりとか、まあ、部活動、保護者対応、事務作業みたいな、まあ、これだけ挙げてもまあ5つはあるわけ でもっと細部を挙げたらもうめちゃくちゃ、朝は本当は勤務8時から17時5時までですけど、余裕で7時とか6時半とかから学校にいて、夜は8時9時までいる状況。教師になりたい人いないでしょ倍率とかも非常に採用に下がってます、はい、教師っていうのが魅力的じゃなかったら良い教育なんてできるわけないなって僕は思ってる。お桜ヶ丘とか、まあ、いろんな学校さんに関わっていく中で、そういった先生たちが疲れてるっていう状況をどんどん改善していきたいですし、それこそ生徒も疲れてるなっていうのがあって、皆さんもそうだと思うんですけど、やらされる勉強というか、もう宿題をもう大量に出されて、でやりたくもないのにやってみたいな、誰もウィンウィンじゃないっていうのが今の学校現場かなと思ってて、先生たちは先ほども言いましたけど疲れて労力があって、今まで愛されてこなかった、まあ、学生さんとかは少しの変化に気づいてあげられないというか、いつもと違う様子なのに先生は業務に追われてて気づけないみたいな、手のかかることがいいか、やんちゃな子に注力がいって目立たない子はないがしろになっちゃうみたいな、そんな学校現場は良くないなって僕は思ってるんですよね。先生が悪いってわけでもないんですよ。そう、先生が悪いわけではない。クマタンとしては変えられるのは誰というか、どうしたら変えられると思うんですか。まあ、ある意味僕みたいな外部の人間っていうのはもちろんあると思うんですけど、まあ、現場で僕も経験値を積んで、それ相応の地位にはつかないといけないなとは思いますよね。それやったらもう本当にクマタンのやりたいことやるので、例えばその学校の校長先生になるっていうのも、まあそれはもう一つの手段ですよね。なれるんだったらですよ。パスラボってパラダイムシフトをね起こす受験室ですから、はい、今23歳はい、24になりました、ね、24か、はい、だから本気で僕が変えるんだったら、僕だったら医者っていうところじゃなくて、その教育の道に行ってたけど、やっぱ精神科の患者さんの思いとかあったんですよ、うん、だから教育かける医療は絶対やりたいなって思いがあるんやけど、クマタンとしてはその、まあ、教育っていうところもそうだけど、例えば学校それだけじゃなくて現場もそうだけど、校長っていうのも全然ある、ならしていただけるんだったらというか、まあもちろん校長がゴールじゃなくて、もちろん、まあ、もちろんやりたいことがあっての校長というか、そういう立場だと思うので、まあなれるならですけど、まあ何年後になるか分からないけど、何年後になるか分からない、まだ僕はペーペーですし、うん、多分現場の先生から見たら何した口聞いてんだっていう感じだと思うんですよ、うんうん、今後はまあより学校現場知っていきたいなと思ってます。確かにね、だからいやすごいよね、イチローとか現役のクマタンと考えられないようなそうですね、まあ周りに流されて目の前の与えられたことだけをやってたものが、まあ受験生、まあ現役一浪目だったかなと思う、考えられないですね。これからのね、クマタンの本当、まあもちろんパスラボ残るってもそうだし、うん、パスラボもね、あの昨日動画でもあったけど、はい、共通テストまず受けたりね、はい、一緒に日本史のもう皆さんに還元をしていくけれども、うん、それだけではなくてクマタンの夢とか思い、うん、まあいろいろなことが聞けたかなと思う、はい。
Enjoy。 そんな中でじゃあ最後に、はい、それこそ視聴者さんに改めてメッセージとかあります？この動画を見てるのは受験生が多いかなと思うので、まあ、受験生にまあ僕からメッセージというか、まあ、先を生きてる人間としてメッセージを送るとしたら、やっぱりまずはちゃんと考えるってことです。自分の人生に責任を持つっていうこと。まあ僕は現役一浪してきて、その時って他責というか他人のせいにしてた。それはなんでしてたかっていうと、与えられたことだけをやってたんですよ。自分が仮に勉強してなくても、あの人がおすすめした参考書が悪いとか、あの人の授業が悪いとか、そういった風に僕は思ってた。ただ二浪目になってようやく自分で自分の人生を考えて歩み出すことによって、自分でまず考えてこれがいいだろうっていうトライアンドエラーを試行錯誤しながらやってった。それによって、あ、これが正解だ、あ、これは失敗だみたいな感じで、まず物事が自分発信でできて、でもしそれが失敗だとしても、それは経験値になるので、まあそれをやっていけば、まあ、失敗じゃないと思ってて、やり続ければ成功には必ずなると思うので、まずは自分自身で自分の責任、自分の人生に責任を持ってやってほしいなと思います。受験っていうところを通してね、うん、トマトも気づいたというかありますので、うん、まあ、そういったこととかも今後ね、あの発信していければと思います。はい、まあ、僕とかトマト本当に講演会とかもね、うん、学校でやってますので、はい、もしあの学校の先生方見ていただいたら、ぜひあのもうしっかりとね講演させていただきたいなと思いますので、ぜひあのご連絡ください。はい、はい、ということで、あの改めてトマトを深掘りました。もし興味があれば、またもう一人メンバーがねそうですね、ヨスケっていうメンバーでした、はい、またそこはあのリクエストが多ければ深掘りたいと思います。ということで、トマトありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。